こんにちは、カオルです。もともと低価格のユニクロのお洋服なんですけど、さらに安く買う方法がいくつかあります。今回の動画ではユニクロ公式アプリを使う、オンラインストアを利用する、ポイントサイトを経由する、支払い方法についてという順番で、ユニクロでお得にお買い物をする方法をお話ししていきます。節約マスクのお金の話。まず最初に紹介するのはユニクロアプリを利用する方法です。これにはいくつかメリットがあるんですけど、一つは初回ダウンロード時に500円分のクーポンがもらえることです。5000円以上のお買い物で使えるクーポンなので、最大 10% 引きでお買い物ができます。で、このクーポンはアプリの新規ダウンロードが対象なので1回しか手に入らないんですけど、500円クーポンを何度でも入手する方法があります。アプリに入って会員証のところをタップして、毎日楽しむっていうところをタップして、箱ボーイっていうところをタップして、この箱ボーイっていうゲームを週3日間クリアすれば500円分のクーポンがゲットできます。これは何回でもできるので、ユニクロでお洋服を5000円以上購入する予定があるときは、前の週に3日間このゲームをするとお得にお買い物ができます。月曜日スタートの日曜日終わりが1週間の区切りになっているので、土日月とかだと3日間としてカウントされないので注意しましょう。クーポンは翌週の水曜日までに配布されます。ゲーム自体は時間も大してかからないので、500円のためにやる価値は十分にあります。で、アプリのメリットの3つ目、お買い物するときにアプリの会員証をレジで提示すると、1000円ごとに1回クーポンが当たるゲームにチャレンジできます。必ずお買い物するときは会員証のところにある会員 ID バーコードをスキャンするようにしましょう。そうすると購入日の次の日に会員証をタップして、スキャンでチャンスをタップするとゲームができます。これはサイコロを振るだけの運ゲーなので、運が良ければ100円クーポンか500円クーポンか1000円クーポンのどれかが当たりますけど、外れで何ももらえない場合もあります。スキャンでチャンスでもらえるクーポンはオンライン限定なので店舗では使えません。アプリでクーポンのところを見てみると、ちゃんと店舗とオンラインストアに分かれていますね。オンラインストアの場合、5000円以上買わないと送料がかかるので気になるかもしれないですけど、店舗受け取りっていうのを選択すれば送料は発生しないので、そんなに問題はないかなと思います。スキャンでチャンスでもらえるクーポンはなかなか当たらないんですけど、5000円以上じゃないと使えないとかそういう縛りがないので割と使いやすいです。100円クーポンだったら101円以上で使えるし、500円クーポンだったら501円以上で使えるっていう感じですね。で、あとは自分のお誕生日の月にも500円クーポンはもらえます。ここまでアプリで入手できるいろいろなクーポンを紹介しましたけど、併用はできないので一番お得になるものを選んで使用するようにしましょう。じゃあ次はユニクロでお得にお買い物をする方法の2つ目、オンラインストアを利用するです。これは特に説明する必要もないと思いますけど、オンラインストア限定の値下げをしている商品があるのでチェックすると安く買えることがあります。さっきも話したんですけど、店舗受け取りなら送料がかからないので、ユニクロでお買い物をするときはオンラインストアの価格もチェックしておくのがおすすめです。では次に3つ目、ポイントサイトを経由する方法です。これもオンラインストアでお買い物をするときに使える方法なんですけど、楽天リーベイツっていうサイトを経由することで 1% のポイントがもらえます。楽天リーベイツってなんだっていうと、有名通販サイトとか
ブランド公式サイトでのお買い物を楽天リーベイツを通して行えばポイントがもらえる仕組みです。ポイントサイトを知らない人は、なんで楽天リーベイツを通すだけでポイントがもらえるの？怪しいって思うかもしれないですけど、リーベイツとかのポイントサイトっていうのは広告の役割を担っていて、サイト内でいろんなショップを掲載してお客さんを呼び込んでいるんですね。なのでショップからリーベイツに報酬が払われて、その一部が私たちユーザーに還元されているような仕組みになります。こういったポイントサイトはたくさんあるんですけど、ユニクロと提携しているのは動画の投稿時点で私の知っている範囲では楽天リーベイツだけだったので、こちらを紹介しています。使い方は簡単で、リーベイツに入ったらユニクロで検索して、ストアのユニクロをタップして、ストアに進むっていうのをタップすればユニクロのオンラインストアに行くので、そのままお買い物をするだけです。楽天のサービスだから楽天の ID でログインできるし、ポイントも楽天ポイントだから使いやすいです。しかもユニクロに限らず他のショップでも使えて、結構還元率が高いショップもあるので、興味のある方は概要欄にリンクを貼っておきますので一度見てみてください。ではユニクロでお得に買う方法の4つ目、支払い方法についてです。基本的にはクレジットカードかキャッシュレス決済の自分にとって一番還元率の高いもので購入すると思います。で、これをもう少し掘り下げると、大型の商業施設に入っているユニクロの場合はその商業施設の割引が適用される場合もあります。例えばパルコカードを持っていて、パルコで 5% オフでお買い物ができる条件の人はパルコ内のユニクロも 5% オフになります。ただこれはそれぞれのクレジットカードで違いがあって、例えばイオンカードの割引はイオンモール内のユニクロであっても適用されなかったり、店舗によって違っていたりする場合もあるので、全てをこの動画で網羅することはちょっと無理です。なので自分の生活圏内にある商業施設にユニクロが入っているなら、使えそうな割引とかクレジットカードがあるかをチェックしてみるのが一番いいと思います。あとは JCB ギフトカードがユニクロで使えるので、金券ショップとかで額面の 98% とかで入手すれば実質 2% 引きでユニクロでお買い物をすることができます。 JCB ギフトカードはヤフオクとかでも手に入るんですけど、額面以上になってしまっていることも結構あります。以上、ユニクロでお得にお買い物をする方法をまとめてみました。もちろんチラシの商品を狙ったり、年に2回ある創業祭を狙ったり、あと季節の変わり目の値下げを狙ったりするのも有効なんですけど、それはちょっと当たり前すぎるので今回は取り上げませんでした。このチャンネルでは節約とか投資とかお金に関するお話をいろいろとしています。一緒にお勉強してくださる方はチャンネル登録をよろしくお願いします。最後までご視聴していただきありがとうございました。